はい、キャプテンコージでーす。今からね、このね、シリコンスプレー、またね、新しいのを買ってきましたので、これをね、今軽トラにね、今からね、軽トラに、乗ってね、拭いていきます。はい、もう早速ね、作業していきますね。ちょっと待ってね、ストラップがね、ちょっと邪魔でしょうがないんだが、はい、そしたらもう乾いたところからね、先ほど洗車しましたので洗いましたので、乾いたところからちょっとなんか近いな、さあどうなりますでしょうか。まずは半分ね、拭いていきます。どうなりますかね。水がね、滴っておりますけれども、どうなりますでしょうか。見えますでしょうか。ちょっと鼻中さんと見にくいかな。ちょっと水気を取った方がいいかもしれないね。はい、こんな感じですが、水気を取ってからシリコンスプレーをした方がいいのかなと思いますが、どうでしょう。まあいいですね。いい感じでついております。よいしょ。今ね、バンパーね、軽トラのバンパー、今ちょっと近すぎてね、映りが悪いかもしれないけれども。よく拭き上げておきましょう。水もね、水をちょっとよく拭いて、どうでしょう。はい、こんな感じで、水がね、隙間に入ってるんですよね。よし、映ってるかな。たっぷりね、つけて。拭きましょう。そして拭き上げます。よし。はい。こんな感じでね、水気がねありますので、この、ウインカーのライトの近くね、水が垂れておりますので、あと下のね、リップスポイラーですかね、なんか下の方にもね、なんかスポイラー的なものがありましたね。ああ、水が染み込んで、
シリコンでは甘じみは取れないので、ボディはね、ボディは後からワックスでね、コンパウンド入りのね、ホワイト用のワックスでボディを磨きたいと思うんですけども、はい、よし、はい、だいぶ綺麗になってますね。すごく綺麗になってます。あ、やっぱりね、ウインカーのところのね、ウインカーの下に溜まってる水がね、だいぶすごい量出ておりますのでね、よし、いいでしょう。こんな感じでね、まあざーっとね、一回磨き込んで、はい、そしたらちょっと横がね、ちょっとカメラにかかるんでね、あんまり近づけたらね、カメラのレンズにかかったらあれなんで、こんな感じでいいでしょ。はい、いかがでございましょうかね。綺麗になりましたね。もう全然綺麗になってますね。あとまたちょっと白くなったらね、上からね、また下のね、リップスポイラーみたいな、よし、はい、それではこんな感じで、あとタイヤね、はあ、ちょっとしんどいな、タイヤとこのミラーのところね、行っときましょう。こういうね、ミラーとかはね、こまめにね拭いていけばいいので、タイヤもね、タイヤも拭いときます、拭いときます。タイヤも全体的にね、ホイールもね、ホイールもシリコンで拭いて磨いておきます。軽くね、もう最初最初は軽く塗ってね、ダーッと塗って、で次からはね、もうシリコンがついてるんで、タイヤはね、ホイールとかね、シリコンついてるんで、あと少ない量でね済みますので、最初はちょっといっぱいというか、たくさんいりますけれども、まあ、あとちょっと綺麗になるぐらいでいいでしょう。はい、さあ後ろタイヤね、後輪タイヤの、はい、これでもうタイヤね、ひび割れててね、交換時期に入っておりますので、軽くねしておきます、軽くにしておきます。もうそんなにタイヤ交換しますので、
はい、いいでしょう。だいぶ綺麗になったね。よいしょ。はい、東洋タイヤ、東洋タイヤと書いてますね。145の R12 の LT か。オーソドックスなね、普通のね、安く売ってる東洋のね、タイヤです。これでまあいいですよね。もうこのタイヤは何年式かな、おそらくもう20年近くなる。04って書いてますので、2004年に買ったタイヤですね。04って書いてますね。3504って書いてますけど、04の35周かな、2004年の35周のタイヤですので、もう15年、16年経ってるんかな。もうひびがね、サイドウォールにね、タイヤのサイドにひびが入っておりますので、もうダメですね。高速道路とかね、乗らないんでね、まあ大丈夫だろうと思いますけども。はい、しっかり拭いときましょう。保護というやつは好きやね。保護という優しいでね。よし、はい、終わりました。ふう、はい、どうでしょうかね。タイヤとね、バンパーを一通りね、あれ、ちょっとピント合ってないかな。こんな感じでちょっと拭いております。よし、ここもね、よし、ギアのね、エンジンガードっていうんですかね、エンジンガードのところも拭いておきましょう。よいしょ、よし、よし、はい、どうでしょうかね。エンジンカバーね、リアのエンジンカバーを拭いときます。よいしょ、さあどうでしょう。
はい、はい、よし、よし、はい、終わりましょうかね。ちょっと手がね、素手でやってるんでベタベタになりましたね。はい、ご視聴ありがとうございます。こんな感じでね、あのシリコンスプレーね、一缶あったらね、もう1台分外回りね、こういったゴムの部分もね、劣化しておりますのでね、こういうところもね、一缶あればできると思いますので、やってみたらいかがでしょう。見違えるように綺麗になっておりますね。はい、以上でございます。シリコン 100% スプレーね。あと錆びてる部分もね、ちょっとかけときますね。これ以上錆びが進行しないようにね。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。